滝から帰ってきたら見てきたもの、聞いてきたことをまとめてみることにしました。楽しかった。その滝の水飲みながら美味しかったです。わかちゃんは調べたことで素敵の種がどんどん大きくなったと考えています。わかさんこうやって大きくなったって、ね、でもまだまだあとまだブローソンの竹のこともっと調べて分かったらもっとでかく出てんだよ。これ出てんだよ。よし、一つの植物があってその植物からタンポポの種みたいな感じでどんどん成長していって綿毛になって飛んでまた素敵なところが増えてって素敵なところがありすぎてなんか終わらんっていう。今最初素敵の種があってでタンポポができて調べたら素敵がだん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 大きくなってって、次はまた調べたらもっと大きくなってって、そしたらどうなるか。ずっと終わると、終わりがない。じゃあどんどん大きくなっていくかもしれないね。でも種持っとまって若さんだけだったり、うん、花さんみんな持っとると、みんな持っとる、みんな違う、みんな違う。この後みんなはそれぞれ自分の種を育てていこうと思いました。調べるともっともっと知りたくなる。知ることは楽しいこと。みんなもたくさん見つけた後は一つの宝を詳しく調べてみるときっともっと楽しくなりますよ。